人気ラップグループスチャダラパーの坊主50が3月16日、埼玉、川口市で行われたゲーム大会に特別ゲストとして参加。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたピエール・ダキ容疑者51にメッセージを送ったと一部スポーツ紙が報じた。記事によると坊主は、今日はピエール・ダキの友達として来ましたと告白。ダキさんもゲーム好きでいろいろ一緒によくやった。また、シャバに戻ってきたら一緒にやりたいと呼びかけたとのこと。苦言を呈したり批判することはなかったという。坊主と滝容疑者は、94年4月から99年3月まで、当時放送されていた子供向けの人気番組、ポンキッキーズで共演。それが、きっかけとなって、電気グルーヴとスチャダラパーはフェスなどで共演を果たすことも多く、コラボシングルやコラボアルバムも発売していました。坊主にとって、滝容疑者は、戦友のような存在でした。音楽関係者そんな二人の関係を知っている。ファンからは、坊主のように復帰を待っていてくれる人がいて嬉しい。滝さんは、多くの人に愛されてたんだなと感じる。受け皿は必要だと思いますなど、好意的な反応も見られた。今後後半になった場合は、上場承認が必要ですし、薬物からの更生にも理解者は不可欠です。正直なところ、坊主さんの胸中はかなり複雑だったでしょう。それでも、自ら滝容疑者のことを考えて、友達と切り出したのです。芸能記者、戦友の発言は、ピエール・ダキ容疑者に届いただろうか。